まずは自己紹介かな。どうも、はじめまして。私はしずく。泉しずくだよ。みんな、よろしくね。かなたくんとは幼馴染で、ゆいちゃんともども、ずっと家族ぐるみで付き合ってきたんだ。そこにはるかがやってきて、今はとっても楽しい毎日を送ってるよ。それじゃあ早速ご案内。いっぱい楽しんでもらえるように頑張るね。ここが私の家だよ。見ての通り他のお家から浮いてるというか、ちょっと古いというか。でも大丈夫大丈夫、なんとか来てても心は錦って言うし、ここにはお母さんやかなたくんたちとの思い出がいっぱいいっぱい詰まってるから。何より私にはお母さんとアテナがいてくれるもんね。だからちょっと貧乏でも私にとってはここは世界で一番素敵な場所なんだ。ここは運河通り。すごいおしゃれで綺麗な場所でしょ。この茜ヶ丘でも一番のデートスポットで観光スポットなんだよ。運河クルーズとかゴンドラとか、美味しいアイス屋さんとかオープンカフェとか、いろいろあって目移りしちゃうよね。あと七夕になると毎年ここでフェスタが開催されるんだ。なんでも天の川を運河に見立ててるんだって。もし参加したらきっとすごくいい思い出になると思うよ。お祭りは稼ぎ時だから私も内職に精が出るよ。ざっと見てきたけどどうだったかな。この町は観光の町だから、まだまだいっぱい面白いところや綺麗なところがあるんだよ。だからぜひぜひもっといろんなところを巡ってみてね。空羽サードプロジェクト、遥か彼方、古き良き義理と人情の内職生活エモーションノベル、現在各ショップで予約受付中だよ。わあ、そろそろタイムセールの時間だ。卵が1パック20円。よーし、頑張っちゃうぞー。